ディマソウルのイベントにて行われたシルタキシルタキはギリシアを起源とする大衆舞踊で1960年。シルタキはギリシアの伝統舞踊ではなくハサピコのゆっくりしたステップと速いステップとを混ぜ合わせたものである。このダンスとミキステオドラキスによる伴奏曲とはゾルバのダンスと呼ばれることもある。シルタキという名称はギリシア語のシルトスという語から来ている。 この後は、引きずるという。しかしながら、知るたきには、シルトスの要素と、ピズイヒトスの要素が共に含まれている。知るたきは、横一列になるか、輪を作って踊る。両隣の人の肩に手を置く。列になって踊るスタイルの方が、伝統的である。音楽は4、4拍子で、テンポが次第に速くなり、最も速くなる部分ではに、4拍子になることも多い。 したがって、ダンスはまずゆっくりとした、なだらかな動きから始まり、徐々に早く、活気のある動きへと移り変わっていき、時には跳躍も入るようになる。シルタキを振り付けしたのは、ギオルゴスプロビアスである。2007年9月16日に、キプロスで、その男、ゾルバの曲に合わせて、シルタキを踊る、世界一長い列が記録された。この列は、八組の踊り手たち、 総勢268名で、ゾルバのダンスのステップで踊った。アイアナパの町長アントニスツ・ツコスは、このイベントの目的は、町がギリシア文化に高い関心を持っているというメッセージを送るためのものであり、世界にリゾートを献伝するためのものであると話した。ギネスブックによると、市の文化部長のマリアトフィには、踊りの質を高めるのにステップを揃えて踊らなければ、ならなかったと話している。 このイベントは観光客や地元の人の注目を引き、大勢の人が浜辺や海でゾルバのダンスを踊った。2012年8月31日には、このシルタキのギネス記録はギリシアのボロス市の港から連なった5614人の踊り手が5分間海辺でシルタキを踊ったことで打ち破られた。企画したのはマグニシア県の社会活動及び文化協会で、 8月31日のこの月2度目の満月の光の下で、ボロスのメインビーチで踊ろうと開かれたものである。14歳から89歳までの5614名の人がミキステオドラキスのその男ぞる場に合わせて踊り、街の広場を人でいっぱいにして、ギネスブックにも掲載された。ボロス、ラリサ、アテネ、テッサロニキ、トリカラ、それどころか当初部からもファンが集まり、 視覚障害者団体や国立シンクロナイズドスイミングのチーム、それに一般の市民も加わって肩を組みクレタの浜で踊るアンソニークイーンのようになることにしたのだった。このアイデアはボロスの住民のアレクシア・ハルバトザクが市の当局に地域振興の一案として提案したものである。社会活動及び文化協会長のコスタス・ハレバスはこのアイデアをお気に入り イベントを施行する手はずを整えた。ありがとうございます。